どうも、シンプルカジュアルの俺です。メガ、マサノシンです。はい、ちょっとですね、雲行き怪しくなってまいりました。いや、これ4回目の挨拶か ?4 回目やね。うん。ちょっと前回の動画前回の動画やったらね、そう。ちょっと強い戦えるパーティーなのかなと思ったんやけど。ちょっと違うわ。ちょっと違う。運が良かっただけやね。3連敗してます。ちょっとバクーダかね、バクーダ。意外に耐久ねえんだよな、うん、メガ前。ごめん、それはもうちょっと俺の計算ミスやね。バクーダはちょっと信頼しすぎた。前回すげえ見た目がずるいもん。見た目そうなんや。めちゃめちゃ耐えそうやもん。遅えしこいつ。遅かったら耐えろよ。ハードロックやし。そう、ハードロック持っとうってことは耐久結構あるっていうイメージよね。イメージだけがね、前に前に行ったせいで、うん、そう、マンムの地震確定一発。もうメガボーマンダ捨て身確定一発。確定一発。論外。論外。マジで論外。まあまあメガシは強いですから、ちゃんと HP マックスに振って捨て身耐えんってやばい。まあ確かにね、うん、まあでもメガしたらね、メガしたら攻撃上がって強くなるけど、まあこういう使い方じゃない使い方すればちゃんと強いですから。そうそうそう、そうなんよ、はい、一応メガ進化としてバクーダ採用する。ただガラルで取られるからメガ。そうなのよ。まあでも種族値上がった。あ、ちょっと潜水しよう。ちょっとバクーダの話がいいや。了解しました。どうしよう、スピアで行こうかチルダイスで行こうか。雨か雨か、なる。もうタブンネで行くしかねえな。なるほど、タブンネを絡めていきたいから。うんうん、そうですね、チルダイ先生で行こうか。先生でいきます。チルタリス多分狙す一体バクだ。さあではシュウさん対戦よろしくお願いします。お願いします。あー、ちょっとミスったかもな。ボルトミスったかもな。メタグロスが出てくるんやったらバクーダでいいんやけど、うんうんうん、アメパとかあとミルキュー、その他もろもろ考えたら、そっかー、ピチョットの方が良かったかもしれんな。そっかそっかそっか、感じないけどね。もうここもメガしちゃいましょうかね。ヘドウェイは大丈夫けど、でもメザ氷もあるけんね。ヘドウェイは足りると思います。あ、そっかそっかそっか、うん、難しいな。ドラゴン飛行からドラゴンフェアリー、かなり難しいな、このポケモン。あー、いけまい。これかなり難しいね、これ。いやー、相当あれ、相当やばい、相当難しいな。うん、ミミックとか持ったらきついな。ボルトミミック、ボルトミミック、メタグロスとかやったら、まあバクーダでワンチャン。なるほど、うん、うん、ワンチャンって感じだけど、ボルトロスも出しがち。そうね、そうでしょうね。ボルトロスは出しがち。ボルトチェンジするかメタコーリするからね。はいはいはい、うん、メタコーリー、メタコーリーで来ると思うけどな。あ、ちょ、ほんのりピンクなのよボルトチェンジ。ほんのりピンクやな、この雲が。そうじゃん、いちご味の雲みたいな、綿菓子みたいな感じ、ね、あ、はいはいはい、ほんのりいちごの味するみたいな。ほんのりの味。いや、ここで誰が来るんだろうな。メタグロスで来るのか、ミンク来るのか、めっちゃロボ。メタグロス、メタ、メタグロスやったらマジでバクーダがまだ可能性ある。そっか、うん、チルタリスはもうない。チルタリスは、まあ、地震で削ってる。そっかそっかそっか、うん、やばいな、地震で削るだけのポケモンって。地震で削るだけ。ニョロと雨、雨か、雨か。だったら、だったら、だったらやな。雨だったらやな。いや、ワンチャンある、まだある、あるね、全然あるよ、全然ある。なんだ、ここはまず恩返ししていく。はいはいはい、で、ツボタンで削っていって、うんうん、だな。冷凍パンチ耐えんのか。冷凍パンチ、メガチルタリスでしょ。耐久あるイメージだよ。イメージやけど、あの、ずっとイメージで喋ってます。僕の悪い癖です。全部イメージなんよな。種族値とかも、うん、ちゃんと数字を見て言わんと。強い、 OK、 いいダメージ、うん、数字見て言わんとね。そう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 、そう、いいダメージ、いいダメージあるんだけどね。ただメガラグラージを、うん、バクーダの第一圏内に、そう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 、あの、素のバクーダって、うん、入れれば、入れればな感じなんですけど、ここは龍舞でいきましょうか。マジっすか。龍舞したらチルタリスが上、ああそっか、でもこいつチルタリスなんか重速なんだよ、謎に。恩返しや。陽気最速ラグラージ、メガラグラージあんまりおらんけど。なあ、そうね、あんまりおらんけど。滝やめて、滝はやばい、滝ひるみはやばい、滝ひるみやめて、負けた。レートパンチはね、耐えると思う。負ける負ける、滝ひるみやめて。イメージね、レートパンチは耐える、イメージよ、イメージですけどね、ただのイメージ。いや、耐えるな、あ、耐えそうな雰囲気。ナイス、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 恩返し削っていきの、うん、いいダメージ、いいダメージ、いいダメージ、で、ここはそうだな、ここはもう捨てやな、さすがに。多分だよ、滝登り言ってくる、あるんじゃないっすか。まだ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 、ラグラージが、うん、だって、いや、ちょボルトロスがさ、うん、バクーダを一発落とせばさ、あるかない、何もできんと思う。スカーフの気がするしね、俺的に。きた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 、あれあれ、バクーダってやれるって。バクーダでやりたいね。散々言われた、俺たちも散々言ってしまった。いや、そう、悪いとは思っとる、悪いとは思っとる。好き、お前のことは好きではあるよ、バクーダ確かに好きではあるよね。
そうだな。うん、よしよし行こう。いやここねもう一回リュウマイしてもよかったかもしれんけどね。まあ、もし大きさ急げたらだって、そうそう、そしたらもう終わりだから。うん、アクリ、まだこっちならね、うん、最強のエースバクーダがいるんだから。そうだよ本当そうだ、ね、そうだよ、そうなんだよ、そうなんだよ。じゃここ安全に行きたいな。なるほど、安全に行きたい。勝ち筋をしっかりと拾っていきたい。トリックルームのターンのうちに、おあった、おボルトロス。なぜボルトロス、なんでだわからんけど。さあここであくびをしていきの、はい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 、トリル3ターンで、うん、あ、そうか、多分ね別にまだ残しとっていい。そうですね、ちょっと一回バグで下げます。ここで絶対ボルトチェンジ、ここ絶対ボルトチェンジ。なるほどなるほど。ここで何をしたいんですかキャプテンは。ステルスロックをまず待ってます。あ、でそっからもう一回トリックルームに、はい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 、見えた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 、落としたい、見えたよみんな。うん、ボルトチェンジ、これで眠りました。オッケー、これでボルトズが今日なくなりました。オッケー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 。うん、ここはもう焦らずステルスロックを巻いていく。はい、多分ねまだいっぱい耐えるから、多分ねはいっぱい耐える。ニョロトノから展開してないかしね相手は。そうなのよそうなのよ、ちょっと相手めんどくさいと思う。うんうんうん、いろいろとね。いやいや、バクーダで攻めよう。おっしゃー、ステロ負ける、ステロ負ける、炎出る、炎出る、オッケーオッケー、いいよ。ある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 、マジである。このトリックレーン相当きついね。しんどいぞ相手かなり。うん、いいよ、頑張ってるぞお前たち。マジでお前たち頑張ってる。でもしトリックルの5ターンでさばききれなくても多分ねでもう一回展開できる。そうか、もう一回再展開できるのか。そうなんです、すげえ。そうなんです、多分ねと対面させないといけないみたいな、そういうこと。そういうことですね、そういうことですね。なるほど、うん、はい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 、怖いなこの能力は。あ、でもこれもう第一第一で終わりだから、第一第一で終わりだから。あ、いや、よかった。お父さんよマジで控えめだからな。いやいやいや、ありえんね、ありえんね、対決地図。そうだね、押し間違いだけや。何だよお前、何、目覚めた氷でも打ちるけ。あー、目覚めた氷押してみ、試しに、ラグラージに絶対落ちるけ。チルタリスめちゃめちゃ削っとうぞ。そんな削ったか、目覚め氷で落ちるか。いやいや、ちょラグラージ出てきた時にお前はこれ落ちるって言う、目覚め氷でこれは落ちるって言う。あ、落ちると思ったら目覚め氷打つぞ。いや、でも落ちると思ったらもう目覚め氷打たんでいい、ナメプトンもある。ああ、なるほどなるほどなるほど。それは相手失礼やけど。なるほどなるほど。それはいいけど。でも、ね、気になるな。いやでも絶対落ちるよ、俺の脳内じゃん。松田さんの脳内で完全に落ちる。威力60ぞ。いやいやいや、バクーダ舐めすぎ。バクーダ舐めすぎか。見て、HP。お、これは落ちる、ステロ入るよ。いや、嘘だろ、お前。おー、いやいや、まあ、第一撃つけどさ。撃ってみていい、メダコ。いや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 、うん、失礼ならんかな。撃ってみる、撃ってみて、撃ってみた、撃ってみた。いや落ちるって 100% おかしいもん。いや、ちょっとショックがやばい。俺立ち直れんわ、立ち直れん。どんくらいおったかな、何対何で落ちると踏んだかな。7ら3とかかな。いや落ちるやろ控えめ HC ぞ、落とせよ、落とせよな。いやあれたまたまラグラージやったけんあれやけど、うん、もし第一機関とか、うんうんうん、そうです、冬のポケモンやったら、うん、どうしとったよねえ。いやー、これはバクーダ勝ち負けはね、もう、うん、いいとしてさ、いいね、もうばあちゃん、びっくりしてさ、悲鳴上がったもん。いや、きついぞ、これ本当にきついぞ、本当にきついよ。いや、すごい。でもやっぱ、まあ見た目もいいからな、俺的には好きだからな、この見た目。うんうん、まあそうね、そこ評価高いよ、評価高いねちょ、でも、ラクダクダのね、必死に褒めるの。いや、行こう、センスしよう。でも俺、バクーダ使うぜ。まマジで言ってんのかよ。バクーダでステロ巻きます、うん、でもちゃんと目がした強いから、そうそうそう、目がする前のねガラルに向けた バクーダ多分ね、ラスト1体。ああ、うわー、どうしよう、チルタリスかアブソルやな。マジっすか。うん、アブソルまだ出したよな。アブソル出してないけどいけんの、バクーダ多分ね、アブソルいけんすか。もうアブソルいくわ、ちょっとアブソル出してないし。オッケー、うん、やっぱ全員出したい。はい、そうね、アブソルは人気高いから、はい、絶対見たいって人おるし、バクーダ多分ね、アブソルできます。ラウィスさん、対戦よろしくお願いします。お願いします
バクーダ引っ張るな、お前。引きずっとるね、バクーダ。めちゃくちゃ引きずっとる。かわいそうやな、マジで。そうやね、確かに。めちゃめちゃ引きずっとるわ。めちゃめちゃ引きずるわな、確かに。うん。カブテテフか。え、これ耐えんぞ。耐えんな、絶対耐えん、耐えん、耐えん、耐えん。もう過信せんぞ。どうするよ。もう過信せんぞ。あ、そうか、アブソリンのか。うん。さすがに最近だろ、これ。もう過信せん、バクーダ。で、ここで、アブソル読みムーンフォースは意味が分からん。いや、アブソル読みムーンフォースで負ける。じゃあバクーダは絶対警戒してくれ。頼む。うん、メガバクーダの攻撃やろ。サイコキネスやろ。サイコキネスなんだろ。安全とは消え玉やめろ。オーケー。挑発ちょっと嫌か。デンジャー打てないのか。デンジャー打てんね。嫌か。あー、いやでもどうだろうな。Z こいつ。あー、わかんねえ。タキもね。心風から畑で行くか。なるほど。うん、心風打ちまーす。はい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 、はい、アムスル。あー、色違いじゃん。10万ボルト。あー、そう、色違い。初めて使うかもね。ムーンフォースな、ちょっと待ってください。まあまあまあ、前回が良かったけど、それは聞いてないな。10%引いたか。畑通りよりまし、通りよりまし、通りよりましやな、うん、もう一回爆弾する。ムーンフォースってことだ。あー、なるほど。うん、最後にしては飛んでくるターンじゃないんで、絶対。はい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 、はい、うん、10万ボルトだったら美味しいなっていうところで。確かに。うん、カニカニ。どうですか、10万。ムーンフォースないのか。ムーンフォースない。ああ、それもまあないこと。最近で10万挑発、あと1個か。うん、ここはもうメガして大文字打っていきます。メガして大文字抜いてんの。抜いてないけど、うん、メガすればさすがに耐える。メガすれば、メガとか、メガすればメガバクーダは信用していい。 OK、強いもんな。メガバクーダは全然違う。お前仲間大会でメガバクーダ使ってめちゃくちゃ強かったもんな。超発せるぞ、いけるぞ。いいぞいいぞ、当てるよバクーダ。みんなからの信頼を取り戻せ。ナイス。よっしゃ。これはね、火力はね、半端じゃないぞ、みんな。俺はーい。嘘じゃん。Z 警戒します。 Z 警戒します。嘘じゃん。マジで。マジで待機ぶり。いやー、でも大文字タイプ1、力づく。嘘だろ。力づくなんだよ。これカプテテフが強いだけなの。毒毒なんな、なんだこいつ。何のカプテテフ。わかんねえ。最近の挑発毒毒。サイコフィールド、あと8ターン。え、サイコシードやろ。サイコシートみたいな感じ。聞いたことある。なんだそれ。何挑発毒毒は挑発毒毒サイ10万最近ね。最近で全然打たんよ、うん、挑発バットって、ええ、あー、最近で切ってる。最近で切ってる。10万にする。しかもそれあと1個。なん、すごいぞこのカプテテフ。マジか。でめちゃめちゃ耐久振ってるわ多分。うん、ということはだね。素早さも振ってないんじゃねえの。あ、いやでもアブソルより上取っとったから。アブソルが70の最速やけん。あ、そっか。うん、ステロ打ってがよかったなってなるけど、うん、うん、挑発も全然あるんで。なるほどね。うん、ここはもう大地を打ちましたけど。はい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 、はい、さあ、ここからどうするかやな。どうするか相手。でもまあメガバクーダの、うん、大丈夫。このカプテテフはちょっと異常なカプテテフだっただけで。そうだね、そうだね。うん、うん、異常だったんだよ、これ。ということで、裏になんかあれ、素早さ上がるやつ持ってんな、サイコフィールとかで。カモスが持ってんの。あー、ウルガモスか。持ってんのか、お前。持ってない、何ウルガモスか。え、大文字耐えんの。いやー、超前されたら。あ、そっか、超前されんのか。超のマイケル。急所当てろ、バクーダ。バクーダ頑張れ、お前。まず当てろよ。うん、落ちてほしい。お願い。強いよ。よしよしよし、偉い。当てるのでかいよ。どんぐらい入る。強い。強っ。強い。強っ。強いぞ。やっぱあのカプテテフもほぼ HD とかのレベルなんですね。いや、そうね、素早さ以外は。そうね、そうね、そうね、結構耐久とかにあるみたいな、うん、いやいや、強い。強い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 。受けれんぞ、これ相手。虫のさだめき。落ちる、落ちない。大地は、大地、まあ落ちると思う。大文字、大地落ちる。あー、ただもう一回超前のこと考えたら大文字を打った方がいい。よし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 。何 Z かによる。何 Z だ。ノーマル Z やったらきつい。エスパー Z か。どうなんだ。エスパー Z か。わかんねえ。エスパー Z きついな。落ちる。一枚されたらきついね。もう無理と思う。嘘つけ嘘つけ。ただ冬ちゃうぞ。冬ちゃう。なんでこいつちゃ。冬ちゃう。これは無理。
これは無理と思う。いやでもすごい軽くなったよ。そうね、すごい軽くなった。楽だ。うん、すごかったよ。さあアブソル行こう。さあアブソルすごかったぜお前。あとアブソルとアブソルとタブンネ。大丈夫、タブンネにめちゃめちゃ弱いやつ来る。ラスト。あ、でも勝ち数字あるとまだ。勝ち数字あるとまだ。クイチ、とりあえずクイチ。タイ、あーでも、あーそや、こいつリフレクターあっただ。あーそもそもか。使う人が上手かったらいけたわ。そう、あ攻めるなら俺たちを攻める。俺たちを攻めた方がいい。メガバクーダ強い。バクーダは、メガバクーダは強い。バクーダはちょっと、メガバクーダは強い。それ以上言わんでいい。もう分かった、ごめん。うん、ということで、はい、うん、ガラルまであとちょっとなんで、うん、メガバクーダとか、うん、メガ進化のポケモンたち使ってみてください。最後まで楽しみましょう。はい、はい、ありがとうございました。あらした。ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ウルトラサンムーン最終シーズン、最後まで走り抜くぜ。ウルトラな高評価よろしくお願いします。